痛みと。内臓を取ればその内臓の痛みはなくなるような気がしますが、実際はその内臓があった部分に痛みが存在することが多く認められますと。例えば胆石取りましたとかですね、腎臓片方取ったと言っても手術して取ってるわけですから、手術して悪いの取ったっていうと本人良さそうな感じがしますけど、体にとっては傷ができたっていうだけですよね。怪我してるわけですから、怪我っていうのは傷跡に痛みが残りますから、しかもそれがまたどこかに癒着するとまたそれによる痛みが出てきます。この場合は取った内臓に関する清潔試薬をするとだんだんと鎮痛して、その内臓の痛みがなくなったところで腰痛も消失しますと、まあ、または軽減すると。で、肝臓の手術の場合は右の F2F6、 胆のうの場合は右の F5、 腎臓の場合は手術した方の F3。 これは浅見先生も21世紀の医学の中で昔手術をしたというのをどっちだろう、患者さんとね、もう分からないんだったら私が調べてみようというので、やってみたらこっち側をやった時に患者さんのお腹の具合が良くなった。じゃあ昔やった腎臓の手術はこっちだったなというのが分かるという、そういうのがありました。胃の手術をした場合は、左の F1F6、 それと100円、まあ胃袋って大体真ん中あります、100円を手術します。婦人科の手術、これ F1F2F3、非系統関係と腎系、これが婦人科をコントロールしてますからね。男性の場合もそうです。睾丸とか陰部の手術した場合はこの F の 1,2,3 をやってください。体の真ん中に大体ありますから、この比較用ですねやると。4番目、内臓原因の腰痛と。まあこれは手術もそうですけど、中高年の腰痛で最も多いのが長年酷使されてきた内臓がブレーキをかける意味での腰痛、内臓が働きが悪くなったための腰痛、内臓が壊れてしまったからもうやめてくれというために腰痛が起こります。まず肝臓の腰痛ですね。主にお酒かもしれませんが、飲みすぎて肝臓が痛んでると、もうこれ以上飲みすぎたら肝硬変や肝臓がんになりますよといって警戒警報、もう黄色か赤信号が出てるんですね、警告を発している肝臓原因の腰痛があります。これはですね、肝臓を潰すようにこう前かがみになるんですね。前かがみになると肝臓潰れますでしょ、そうすると腰痛が出てくるんですね。これは長い間前かがみの仕事をする、前かがみになるから腰が痛いんだろうと思ってたら、前かがみってだいたい腰は伸びてるんですよね。前かがみって腰は伸びるんですよね、こう曲がってるんじゃないですよ。よくこうすると腰が曲がるって言ってるでしょ。これは腹側が曲がってるわけですから腰は伸びてるんですよね。まあいいですけど、細かいところはですね。で、肝臓を潰すように前かがみになってると腰痛が出るんですね。まあ体をこうひねっても腰痛が出ることがありますね。それから拳で右側をこうトントン叩くとこっちになんか響くと、どんどんどん、なんか響くねという場合は肝臓の場合もあります。肝臓だけじゃなくて右側は肝臓、胆の、右の腎臓、盲腸、中水もありますから、その中でも肝臓大きいですからこれやってみてください。胆の胆の炎は胆石の腰痛ですと。肝臓の治療した後に胆のが悪くないか調べます。肝臓の痛みが大きいと胆のの症状は分かりません。エコーで胆石があるから全て胆の原因の腰痛が出るとは限りません。まずですね、肝臓の痛みがあんまり大きいとですね、胆のは分かりません。その時には一回肝臓の治療を先にやります。そうすると F2F6 ですね、右足の F2F6 やると肝臓の痛みは取れます。でもやっぱりさっきの痛みはないけども、ここに痛みがありますというのは残ってれば、それが胆のの痛みです。肝臓悪くなってるんですから、その下にある胆のもやっぱり影響を受けてるんですね。だから肝臓の痛み取りました、はい、胆のの痛みだけ残ってます。その痛みを調べといて右の F5 胆系のですねを治療します。でも胆のだけ悪くなることないですから、この場合は治療としては右の F2F6 で肝臓の治療もします。
次は腎臓、腎臓の腰痛、腎炎や、腎臓や尿管の結石、腎臓の結石とかですね、これで腰痛が出ます。石の腰痛は腎痛より痛い、今世紀最大の痛みとかですね、もういろんな言い方します。男の腎痛とかいう、油汗を流すほどの腰痛、腹痛と腰痛です。ところが石が通り過ぎてしまうと、痛みが嘘のようになくなります。大きな石が詰まった時には激痛で分かりますけど、まあ、軽い腎炎とか小さな石の場合はなかなか治らない腰痛がとして悩むことがあります。大きい石が詰まるとですね、もう本当激痛なんですけど、ちっちゃい石がコロ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 通ってる時にはなんか時々腰痛が起こるって言って分からないんですね。でもお腹を押さえると本当は分かるんですよ。治療法は F3 です。足の小指の薬指側のところの F3 の清潔治療をすると腎臓の腰痛はパッとこう楽になります。で、痛み側をこうやってみると、あのおへその斜め45度ぐらいのところがその腎臓がありますから、これを押さえて痛いっていう時には、まあ、こっちかこっちかどっちかですね、まあ、両方のこともあるかもしれない。で、腎炎を起こしてたり、で一回 F3 の清潔治療をやると、なんかこの痛いのがちょっと下に降りてきたと、あ、じゃあもう一回やってみましょう、また下に降りてきたというのはですね、腎臓の石が尿管、ね、腎臓からおしっこをためる膀胱ってあるでしょ、そこに管が通ってるんですね。その管の中をコロッ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 ってこうやって落ちていってるんですね。で、これ何分ぐらいで落ちるかっていうと、まあ、早いので5分か10分ぐらいで落ちていきます。で、それはこうお腹を触ってですね、圧を調べていくと、患者さんにこう押さえておいてもらうんですね。押さえておいてもらって、清潔治療した後にギューッと押さえ込んでもらうと、あ、痛くないと。で、また探してもらうと、そのすぐ下に今度は、あ、先生今度はこっちが痛い、だから尿管をこう石がこう落ちていってるんですね。で、これ3回もやったら膀胱まで行ってしまいますので、あ、もうどこも痛くないということになります。さっきお話ししました、この間の大阪清潔治療研究会でモデルになった患者さんの最初はですね、左側のおへその斜め45度ぐらいのところの、痛みなんですね。で、ここにマジックで、赤マジックでグリグリっと印をつけてます。で、これ研究会ですから、ちょっと実験的なこともやらないと、まあ、来た人たちもね、面白くないですから、この痛いところをギュッと押さえ込んでもらうんです。ギュッと押さえるとあたたたってこう痛いんですね。で、ちょっと痛みが感じるというぐらいまで押さえつけといてもらって、 F3 の清潔治療をやってみたんです。どうなるか。で、1回2回3回出血させるんですね。4回5回6回、この辺でどうかなと思って、痛みどうですかって言うとですね、こう押さえててですね、わからないって顔してるんですね。あれと思って、もうこの6回目ぐらいでやめたんです。で、もう一回ギュッと押さえ込んで確認してください、ギューッと押さえてもですね、わからないです、わからないっていう返事はとっても私にとってもちょっと困るんですね。痛みがなくなりましたって言ってくれればいいんですけど、患者さんはですね、わからないと答えるんです。一体自分の体がどうなってるのか自分で理解できない、わからない。じゃあ右側と比較してください、なんか同じぐらいのような気がするって言われるんですね。で、まあ、じゃあそれを覚えておいてください。で、6回から7回8回9回10回11回ってこのぐらいやったところでもう一回押さえ込んでください。さっきと違いありますか、ここでターゲット、先ほど6回目やったのと12回目倍やったので違いがあるかどうか尋ねるんですね。で、抑え込んでもらいます。いや、違いはない、さっきと同じように分かりません、関西弁かもしれませんということは痛みが取れてないんですよね、なくなってるんです。だからその方の腎臓のいわゆる腎炎だと思うんですけど、腎炎の痛みは5回の清潔治療の出血で取れてしまったということはこれで分かったんです。まあ、研究会だからそういうこともできたんですね。鍼灸師の先生がこれをやると俺を実験にしてるのかっていうふうにね言われますから、注意してください。右の腎臓の痛みは胆石の痛みと間違われて胆のうを取られてしまう。これも多い時はですね、年間5人ぐらいいます。間違えて胆のうを取ったとかですね、胆のうを取る1週間前で回避できた
こういうのを入れると5人ぐらいいらっしゃいます。私ぐらいのところの鍼灸治療院で5人ぐらいいるんですから、全国考えると5万人か50万人か500万人ぐらいいます。間違えて胆のうを取ってるんです。胆のうを取ったけど腰の痛み関係ないって思います。でこの肝臓胆のうと腎臓の鑑別診断はですね、叩いてみてください。でこの叩いたズンズンとする響きがまず腎臓から治療するんですね。 F3 からでトントン叩くのが F3 で改善したらその腰痛は腎臓だったということが分かります。でその後 F5 やってみてください。 F5 やってもあんま変わらないというんだったらもう胆石ではない、腎臓の、腎石の腰痛だったというのが分かります。お時間になりましたのでちょっと休み時間をいただいて